第二水雷戦隊。第二水雷戦隊は日本海軍の部隊の一つ。略称は二水戦。第二水雷戦隊は日本海軍の水雷戦隊。1914年、大正3年に第1次世界大戦に備えた戦時編成で初めて編成された。前言溶撃作戦における前線部隊に位置づけられた第二艦隊に属し、最前線の攻撃部隊として活動した。 常に最新鋭艦が所属したが、太平洋戦争発起後に空母機動部隊の名を行う第10戦隊が編成されると、影楼型駆逐艦、夕雲型駆逐艦、秋月型駆逐艦主力に推薦には旧式艦も配備されるようになった。1943年、昭和18年7月12日のコロンバンガラ島沖海戦で第二水雷戦隊司令部は機関 人通沈没時に全滅。日本海軍は、第四水雷戦隊の司令部と、戦力、軽順ながら、駆逐艦シュグレやサミダレなど、鬼水戦に転用し、従来の二水戦艦艇、駆逐艦長波など、を統合して再建された。この時点で、二水戦は初春型駆逐艦、白露型駆逐艦、石雲型駆逐艦、島風型駆逐艦の本部隊となった。 1944年、昭和19年10月下旬の冷凍機械船で、第二水雷戦隊は、機関、ノッシロと、機格駆逐艦多数を喪失。続いて、冷凍と地上船に伴う多合作戦、増援輸送作戦で、多数の駆逐艦が沈没し、さらに11月11日には、第二水雷戦隊機関、島風沈没。 島風と共に二水戦司令部は再び全滅した。そこで大本営は、第一水雷戦隊司令官、木村正富少将と一水戦司令部を二水戦に転用し、第二水雷戦隊を再建した。また、第十戦隊の解体により、胴体に所属していた影楼型駆逐艦と、づき型駆逐艦が二水戦に増強された。 日本海軍最後の水上艦作戦行動となった1945年、昭和20年4月7日の某の岬沖海戦で第二水雷戦隊は主力艦艇を創出し、4月20日付で第二艦隊や第一航空戦隊と共に解体された。残存艦艇は第31戦隊に編入された。また、第二艦隊に所属していた第31戦隊と、 第十一水雷戦隊は連合艦隊付属となった。日清戦争における異界栄野州、日露戦争における日本海海戦の夜間大撃戦を通じ、日本海軍では水雷攻撃を砲撃と並ぶ日本柱として重視した。1914年、大正3年8月18日、ドイツへの戦線布告に備えて戦時編成を組んだ際に、 1> 第1艦隊に属する第1水雷戦隊と共に、第2艦隊用に第2水雷戦隊を編成した。この2個戦隊は、特設の第3水雷戦隊以降とは違って、常設となった。第2艦隊が前線部隊であることから、第2水雷戦隊には、強力な装備と、長大な航続力が要求された。このため、前言溶撃作戦が打開した真珠湾攻撃以後も、 第2水雷戦隊には強力な装備を誇る駆逐艦が投入された。1944年昭和19年10月下旬の冷凍機械戦で日本海軍水上艦部隊が壊滅すると11月15日府で第10戦隊が解体され所属駆逐隊は第1水雷戦隊と第2水雷戦隊に編入された。ところが4日前の11月11日 第二水雷戦隊司令部は、冷手と地上戦に伴う増援輸送作戦、多合作戦で、帰還、島風沈没時に全滅状態になっていた、二水戦司令官、早川紀夫少将を戦死。そこで、第一水雷戦隊、司令官、木村正富少将を解体し、司令官、司令部職員とも、第二水雷戦隊に転用して二水戦を再建した。 兵力不足となった第5艦隊には、松が宅地区間主力の第31戦隊を編入した。その後、第2艦隊、機関、大和2は1945年、昭和20年3月15日に、第31戦隊、司令官、鶴岡信道少将、機関、か月が編入された。4月1日、訓練連成部隊の第11水雷戦隊、司令官、 高間艦少将、機関、佐古、松形区逐艦多数が第二艦隊に編入された。4月7日、棒の岬沖海,海戦で出撃した第一遊撃部隊、第一航空戦隊、大和、第二水雷戦隊は主力艦艇を喪失。4月20日、日本海軍は第一航空戦隊、第二艦隊、第二水雷戦隊を解体する。 第2艦隊所属だった第31戦隊と第11水雷戦隊は連合艦隊付属となった。また、第2水雷戦隊残存部隊、第7駆逐隊、潮、響き、第17駆逐隊、雪風、初下、第41駆逐隊、冬月、両月は、第31戦隊に編入された。編成当初は、 最初に導入したシノノメ型から上風型までの三頭駆逐艦がラボついている一方、一頭駆逐艦は海風型しかなく、二頭駆逐艦も桜型と、その量産型のカバ型が量産中であったために参加できず、二個水雷戦隊はやむなく三頭駆逐艦だけで編成した。1915年、大正4年12月13日、一頭、二頭駆逐艦の 量産が一段落したことから、ようやく第二水雷戦隊に一等、二等駆逐艦が供給された。以後、第二水雷戦隊には、ミネ風型、神風型、ムツキ型、フブキ型、カゲロウ型、石雲型、島風型と、最新、最強の駆逐艦が投入されたほか、配属された兵員も連度が高い精鋭が集められた。ため、花野に推薦と歌われた。一方、 最終防衛戦で主力の戦艦を護衛する第一水雷戦隊には第二水雷戦隊ほどの強力な武装を要求されなかった。このため第二水雷戦隊に新型が導入されたために追い出された型落ちの駆逐艦、例えば吹雪型収益のために陳腐化した紙風型や無月型が回されたり、元より最前線での使用を考えられていなかった。 モみ型や若竹型などの二等駆逐艦、期待された性能に届かなかった初春型、白露型は第一水雷戦隊でデビューした。それでも第一水雷戦隊は世代が違うほど旧式化した老朽駆逐艦をかき集めた第三水雷戦隊、第五水雷戦隊、第六水雷戦隊などから見れば充実した戦力を保有していたと言える。 太平洋戦争の激化に伴い駆逐艦の消耗が激しくなると、初春型や白梅型も第二水雷戦隊へ順次編入され、最終時の二水戦は吹雪型、初雪型、初春型、白梅型、朝潮型浅潮型、満潮型、影楼型、白の日型、夕雲型、秋月型の寄せ集めとなった。某の三沖海戦直前の4月6日午前9時。 草加龍之介連合艦隊参謀長は、各部隊に対し、二水戦所属駆逐艦を、月型二隻、冬月、両月、磯風型三隻、節風、磯風、浜風、若葉型三隻、初島、朝島、霞と説明している。同日午後1時30分頃の伝聞では、誤爆、誤突入を避けるための艦型識別説明において、護衛駆逐艦を、 秋月型駆逐艦2隻、冬月、両月、夕雲型駆逐艦6隻、磯風、摂風、浜風、霞、初霜、朝霜と説明している。戦艦、山と、慶淳洋艦、矢作と共に、沖縄出撃した第二水雷戦隊、所属駆逐艦の艦型は、秋月型2隻、冬月、両月、初春型1一初霜、満万型が大一 霞、スミ、シラ型、カゲ型三隻、磯風、雪風、浜風、プウ、型一隻、朝サだった。日本以外の国の水雷戦隊は、一回り大型の駆逐艦、共同駆逐艦に、司令官が座城したが、日本は巡洋艦を機関とする方針を当初より取り、新編時は、トネを機関に当てた。後天時の策敵能力に優れ、後には、 関西域による策定機も可能となった。また遭遇戦では、巡洋艦の強力な武装による敵水雷戦隊の制圧、逆に環境な防御力を頼みにしたお取り役が期待された。現に、太平洋戦争時には、神通、川内らが敵軍の集中攻撃を受けているうちに、味方水雷戦隊の来撃が成功している例がある。とは言うものの、 巡洋艦には最前線の洋上単独偵察という本来の任務があるため、最新鋭の巡洋艦を水雷戦隊機関の任務に当てるわけにはいかなかった。第一次世界大戦中は最新鋭のチクマ型を当てることができず、旧式で機動性に劣る装甲巡洋艦の出雲や東まで乗り切っている。しかし、日本海軍は大正期以降は、 巡洋艦の水雷戦隊機関としての用途重視し、英海軍のスカウト、偵察艦の流れを組む一連の高速系巡洋艦が開発された。3500トン型と呼ばれる天竜型と、その拡大型である5500トン型、熊型、長良型、川内型である。だが、収益当時は、列強の戦法の的であった5500トン型も、日本の国力では、 後継艦の建造が思うに任せず、太平洋戦争時にはすでに旧式化していたが、阿賀野型の収益までは第一線に立たざるを得なかまた、本来の機関が損傷や修理で二水戦本体と別行動になった場合、従順洋艦絹笠、第二次ソロモン海戦で、人数損傷時、従順洋艦高尾、二水戦司令部の横須賀パラオ開港時と、鳥海、野代須賀修理時、 2月中旬から4月上旬が2、推薦期間となった。米軍の制空権下で、対空火器の貧弱な5500トン型、2推薦においては、人図、椅子図、ながらを運用するのは困難だったため、戦場に突入する場合は、朝潮型駆逐艦、霞、霊号作戦、北号作戦、影楼型、早を第三次ソロモン海戦、黒潮、ネズミ輸送時、 夕雲型、長波、ルンガ沖野船、浜波、の白沈没後、島風型、島風、多合作船、秋月型、正月、ネズミ輸送時などの駆逐艦が、第二水雷戦隊機関を務めることも多かった。なお、第二水雷戦隊解体式は、初春型駆逐艦初下艦上で行われた。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。